2024年シーズンも開幕戦が迫ってきました。我々プロ野球ファンもその日が待ち遠しくて仕方がありません。そして我々以上に気持ちを高ぶらせているのは当の選手たちでしょう。キャリアハイの数字を残し納得のシーズンを送りたいと思っているはずです。まずは開幕戦をスタメンで出場し活躍をした上で勝利することが大事です。不動のレギュラーも売り出し中の選手もそこを目標に取り組んでいます。特に巨人は若手だけでなくベテランも元気で競争が活発になりました。レギュラーを確約された一部の選手を除けば開幕スタメンは流動的です。そこで本日は阿部監督の言葉から2024年巨人軍のレギュラーメンバー予想について紹介していきたいと思います。投手王国の復活、阿部監督は就任の直後から開幕投手については戸郷翔征投手だと明言してきました。近年の安定感から納得のいく人選でここまでの調整過程を見ても万全の状態で開幕戦に臨めることでしょう。2年連続で2桁勝利を記録していることからファンの皆さんとしてもやってもらわないと困る投手という位置づけでしょう。戸郷投手に続く先発の柱として期待されているのは山崎伊織投手です。昨シーズンは規定投球回のクリアと2桁勝利、防御率も2点台とシーズンを通じて安定したピッチングを披露しました。台湾で行われた楽天モンキーズとの試合では2番手で登板、3イニングを投げて1人のランナーも許さず強烈な印象を残しました。今シーズンの先発はこの2人が軸となるでしょう。続いては昨シーズン苦労したリリーフ陣です。オフの補強によって泉圭介投手、馬場康介投手、カイル・ケラー投手など経験豊富な投手を獲得、ブルペンは厚みを増しました。そんな実績のある移籍組に負けじと今シーズンの活躍を期しているのが中川浩太投手です。昨シーズンは44試合に登板し14セーブを記録しましたが1年間通して活躍できたとは言えませんでした。しかし大勢投手の離脱後抑えで結果を出したことは今シーズンにつながるでしょう。阿部監督は中川投手を7回に起用する構想とのことですが先発がマウンドを降りた後ゲームを落ち着かせる役目が期待できるでしょう。また昨シーズン50試合に登板し11ホールドを記録した菊池大稀投手も勝ちパターンの一角として活躍が期待されます。そして肝心の抑えですが大勢投手が急ピッチで状態を上げてきています。しかし故障明けのため無理はさせられません。巨人ファンの一部からは菅野智之投手の抑え転向を望む声が上がっています。巨人 OB の上原浩二氏のように抑え転身で印象的な仕事を残せるかもしれません。また菅野投手と自主トレを行った堀田健信投手も抑えで見たいというファンの声が聞こえてきています。このような声が上がること自体巨人のブルペンの厚みを示すものでしょう。鉄壁の内野陣、阿部監督は台湾遠征の取材でサード坂本、ファースト岡本、ショート門脇、ここだけはレギュラーと決めていると明言し、キャッチャーとセカンドは競争の最中と述べるに留めました。まずはキャッチャーから予想してみましょう。実績ある新加入の投手や急成長を見せる若手投手が多い今シーズンの巨人、そんな投手陣をまとめるキャッチャーに適任なのは誰でしょうか。それは新たに選手会長に就任した大城卓選手です。昨シーズンは2割8分1厘16本塁打55打点を記録し、これら3部門すべてでキャリアハイとなりました。阿部監督からの期待も大きく、2割8分ホームランは20本80打点ぐらい目指してやってほしいなと思いますと数値目標を出されました。キャンプの打ち上げではリーグ優勝、日本一に向かって
全員で同じ方向を向いて頑張っていきましょう、と円陣の中心で挨拶。開幕が待ち遠しいでしょう。もう一つ、阿部監督がレギュラーを明言していないのがセカンドです。昨シーズンは吉川選手が堅実な守備を武器に出場を重ね、規定打席に到達しています。守備範囲が広く、ここ数年攻守でチームを支えてきました。そんな吉川選手の課題が打撃。昨年は打率2割5分6厘で併殺打は一昨年の倍となる12個を記録しました。この状況に首脳陣からも発破をかけられ、新岡ヘッドコーチからは名指しで奮起を促されました。そんなセカンドのポジション争いに割って入りそうな活躍を見せているのが、ドラフト4位で入団した伊豆口優太選手です。社会人ナンバーワンショートの看板を引っ提げて入団しましたが、試合に出ることを優先し守備位置にはこだわらないと明言しています。さらに NPB では外野手登録となっている小童亜選手ですが、メジャーではセカンドで1067試合の出場を誇ります。これまでの貢献度で吉川選手が一歩リードしているレギュラー争いですが、打撃の調子次第では入れ替えがあるかもしれません。外野手争いに終止符。最も過酷な競争となった外野手争いはどうでしょうか。昨シーズンの開幕スタメンを振り返ってみると、レフトにオコエ瑠偉選手、センターにブリンソン選手、そしてライトには丸選手でした。巨人入団以降期待通りの活躍を見せてきた丸選手でしたが、昨シーズンは打率が低迷。オコエ選手とブリンソン選手はシーズンを通して活躍とはいきませんでした。そんな状況の中で台頭したのが秋広優斗選手でした。開幕スタメンこそ逃しましたが、その後はレフトを中心にスタメンで出続けました。春季キャンプでは阿部監督から苦言を呈されてもいますが、それもチームの顔として自覚を要求される立場となった現れでしょう。順当にレフトで開幕スタメンを確保できるでしょう。一方で激戦となっているのがセンターです。その争いの一角にいるのが松原聖弥選手です。2021年には135試合に出場し118安打、打率2割7分4厘を記録。巨人 OB で首位打者を獲得した篠塚和典氏を彷彿とさせると注目を集めていました。キャンプ中は阿部監督直々に打撃指導をしていましたが、それが実ったのか、オープン戦では連日の活躍、待ちに待った復活だとファンを喜ばせています。そしてもう一角がドラフト3位で入団した佐々木俊介選手です。社会人野球からの入団で即戦力として期待されていましたが、期待以上の活躍でファンを喜ばせています。オープン戦では鋭い打球を連発していて、小柄ながらもパワーある打撃を披露しています。目標はトリプルスリーだと言いますが、期待を持たせる内容となっています。ルーキーの開幕スタメンは2001年の阿部監督以来出てきていません。将来のスター候補として期待される佐々木選手だけに、自身以来のルーキーでの開幕スタメンを託すのではないでしょうか。最後にライトですが、鳴り物入りで獲得した小童亜選手が有力でしょう。日本の投手になれる時間が必要という意見もありますが、 MLB 通算178本塁打を記録した長打力は魅力です。阿部監督はホームランか三振でいいと言っており、割り切って起用するでしょう。丸選手、長野選手といったベテラン勢は代打の神様としてベンチを温める機会が増えるとみられます。いざという時に試合を決める役割に期待したいですね。いかがでしょうか。今回は巨人の開幕スタメンを予想しました。今シーズンの開幕戦の相手は昨年の覇者の阪神です。阪神はオープン戦では成績が上がりませんでしたが、主力メンバーの入れ替えがなく戦力が維持されています。この3連戦で阪神を叩くことができれば、その勢いに乗って優勝への道が開けるでしょう。そのためにも
開幕スタメンに選ばれた選手だけでなく、控えに回った選手も含め、全員で勝ちに行きたいですね。これからも巨人の優勝に期待していきたいですね。このチャンネルは、これからもプロ野球が盛り上がっていくことを期待して、注目記事に迫っていきたいと思います。この動画が良いと思った方は、いいねとチャンネル登録をお願いします。